本田忠勝、井伊直虎、井伊直政、彼らは羽柴軍と戦うべく小牧山に向かう途中、濃霧に包まれる。霧が晴れるとそこは見知らぬ世界だった。困惑する徳川の精鋭たち、そこに中国の三国時代の奇神呂布が現れ襲いかかる。なんとか呂布を退けたが、彼らの疑念は増すばかりであった。ここはどこなのか、主や他の将の行方は、そしてあの呂布という男の凄まじい力の正体とは。答えも出ぬまま彼らは新たな敵と遭遇する。あ、誰かいるみたいです。うん、戦の準備を進めているようですね。あの旗印、見覚えのない軍勢です。嫌な予感はしますが、どうします？黙って見ていたところで状況は変わらぬ。十分に注意しつつ接触を図るしかなかろう。わかりました。早速近くの方に声をかけてみますね。義軍だな。本体にこのことを伝えよ。我らは義軍を食い止める。かかれ。先ほどとは違う軍勢のようだが、またもや敵とみなされてしまった。おそらく今のは先遣隊、じきに本体が来るはず。ならば敵の大将に直接話を聞くとしましょう。なんだ。できそうです。
義軍が現れたとのこと。義軍が予想よりも早いな。さすがは義の先鋒、侮れませんね。恥ずかしい。私たちもすぐに出陣の準備を。先兵だな。思ったより少ないが油断はしない。すみません。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。覚悟。義軍か、孫権様のもとへは行かせぬ。堂々と異常か。それ以上観察している場合ではない。我らはその孫権殿に用がある。押し通るぞ。まあ派手に暴れて困ったわね。でもこれ以上はさせないわ。我らは敵ではない。即刻矛を収め、話を聞いてもらえぬか。その言葉信じるとだ。敵だらけですよ。この戦図、それが混沌に飲み込んでやる。これぞ無双。変な真似をしてすみません。でも私たちここがどこなのか聞きたいだけなんです。それはどういう意味です。ニクソン、もうよい。そのものだ。確かに義軍には見えぬ。話を聞こう。私は孫忠謀、孫家の長として皆を率いている。葬儀が進行してきたとの報を受け迎撃に出たところ、妙な霧に包まれてな。ようやく晴れたと思ったらお前たちがいたのだ。妙な霧、我らも同じだ。小牧に参陣する途中、霧で道を見失い、気づけば見たこともない敵に取り囲まれていた。しかし孫忠謀、孫権だと。それに孫権、宗家、あなたの話が本当だとすれば、俺たちは生きる時代も場所も違うはずだ。それは妙だな。どういうことでしょう。異なる時代、場所の人間が同じ場所に集うなど本来ありえません。しかし今それが起こっている。私たちは妙な事態に巻き込まれたようですね。だが原因も事情も全く見えぬ。まさに霧の中をさまようがごとくだ。話も聞かず戦いを仕掛けておいてすまぬ。これよりは協力して事態の解明に当たらぬか。願ってもない申し出だ。よろしく頼む、孫権殿。最善の結果だな。